昨日のゴールをちょっと振り返ってもらって、昨日のゴールですか。はい。どういうこう、まあ、気持ちで入ってるんですか。まあ負けてたんで、まあゼロで、終わりたくなかったんで、まあ、とりあえずまず1点取りに行くっていうのを思いで行ってます。そうですね、海星が最初に、まあ、うまいことボール取って、そこから龍之介とか太一がうまいこと前に向いて、まあ、最後太一がもう後打つだけのいいボール取れたんで、まあはい、しっかり決めれてよかったなと思います。五輪というところで、もっと質をその、まあ、いろんな課題を克服してというような話も以前あったかと思うんですけども、ここまで五輪代表入りに向けてはそのかなりアピールという意味ではご自身どのように捉えていらっしゃるか。まあ、完全にアピールできたかって言われたら、まあ、全く、自分の中ではこう全くアピールできなかったというか、まあ、自分と同じ年齢だったり年近くて、まあ、自分よりこの何ですかね、代表活動が終わってからここまで点決めている選手たくさんいますし、まあ、自分よりやっぱ結果出している人間がたくさんいるので、まあ、そういった面では物足りないなってすごい感じるし、自分自身、まあ、さっき課題がいっぱいあるってこの間も言ったんですけど、まあ、それは今もまだ何ですかね、克服するためにこう一生懸命取り組んでる段階なので、まあ、自分からこう、まあ、課題が克服できたって自分から言うのはおかしい話なので、まあ、第三者の方々から、まあ、良くなったねだとか、まあ、林ちょっと変わってきたねってこう言われるようになれるようにもっと頑張りたいなと。まあ、そういうところも含めて、その鹿島戦というところでは、どのように自身、まあ、やっぱり2回、1試合引き分けましたし、で昨日も負けたし、やっぱり勝たないと、やっぱりいけないんで、勝負事なので。今この3位っていう順位でやっぱり戦えてるのもやっぱ勝っていかないとやっぱ上位で戦えないんで、しっかり一戦一戦戦っていきたいなっていうふうに思います。はい、いや、まだ何はい、期待してるところとかあったりしますか。まあ、期待してるというやっぱり決めるのはやっぱり監督含め、まあ、コーチングスタッフの方々だと思うので、なんていうんですかね、やっぱり選ばれたにしろ選ばれなかったにしろやっぱり、まあ、何か理由があると思いますし、そうですね、まずは僕はサガーとしてこう頑張りたいなっていうのが一番の思いです。ちょうど五輪選手も同世代の選手で自分より結果が出してる選手もいるっていうのを感じたんですけど、そういう結果っていうのは結構気になってるんですね。そうですね、気になるというか自分からどんどんこうやっぱ調べますし、結果も全試合見てハイライトとかも見たりするので、そういった面ではすごい、まあ、勝手に刺激をもらってるっていうのは、はい、正直な気持ちで、はい。ちなみに最近すごいなって思った選手って誰かいますか。すごいな、すごいなとか、まあ、点取ってるっていうか、まあそうですね、やっぱ綾瀬、上田綾瀬なんかは少ない時間でも出てきたらやっぱり点取りますし、まあ、この間試合見てた時にこう腕を痛めてしまったんですけど、まあ、それでもやっぱり強い気持ち持ってすぐに
まあ、全治多分もうちょいかかるような怪我ってリリースで出てちょっと心配というか、まあ、一緒に戦った仲間だったので心配してたんですけど、もう次の週には試合出てゴール決めて2試合か3試合ぐらいゴール決めてるんで、連続でやっぱり彼は、まあ、気持ちの面でもすごい強いなと思ったし、まあ各、まあ、今はポジションが綾瀬は同じなんで、まあ、綾瀬の名前を出しましたけど、やっぱり薫とか川崎勢とか同期の俊太とかやっぱり、うん、すごいなって感じですね。はい、そういった意味ではその代表に選ばれてから、選ばれる前と後とでやっぱりその同世代に対するライバル意識っていうのは何か変わっていました？まあ、ライバル意識というか、やっぱりああいった選手とこう同じチームに集まってこう同じチームで試合にできるっていう機会はすごい貴重なことなので、うん、そういったこう中に自分ももっと入りたいなと強くやっぱりこの間の代表活動で思いましたし、やっぱり海外でやってる選手とかもやっぱり初めて会ってやってやっぱり学ぶことが多いというか、自分ももっともっと貪欲にこう、まあ、いい意味でこう尖りながらならないといけないんだなというふうにはすごい思いました。何かこの前回の代表活動で具体的に自分の中で学んだことだったり、その後実践していることだって知っていますか？やっぱり一番思ったことは、なんていうんですかね、こうしっかり自分の個性を大事な場面でこう出せるかっていうのが、やっぱりああいう場面でこう生き残っていくにはやっぱり必要なのかなというふうに強く思いました。フォワードなので、まあそうですね、89分間はまあ全く長野選手死んでても1分でバッて点取って決めたら、やっぱり形に結果には残るので、そういった勝負強さだったりこう力強さっていうのは、はい、もっと上に行くにはもっともっと必要だなと思います。他にありますか？はい、こちらで最後に、はい、さっきまだまだ足りない部分あるっていう話してたんですけども、今より自分が一番足りなくて一番こう上げていかなければいけない部分ってどういうふうな部分だっていうふうに考えて取り組んでますか？やっぱり、まあ、全てですね、まあ、満足してるまあ、ポイントっていうのはないので、自分も、まあ、やっぱ全てにおいてレベルアップしていかないと、まあ、上にはいけないかなって感じます。その中でも何かありますか？ここはもうちょっと、いや、特にというか、まあ、今はこれがっていう何か一つに対して取り組んでるってわけではなくて、まあ、選手としてこう上に行くための基盤の部分も全てにおいてレベルを上げていかないといけないよっていうのは、やっぱり宮内さんにも常に言われているので、まあ、全てにおいてっていう感じですか。ありがとうございました。以上で林選手の試合終了させていただきます。